はい、どうも。佐々木のぞみちゃんが、まあ、いろいろね、あったじゃないですか。旦那のね、渡部さんがね、ゲス不倫をしてたと。でも、佐々木のぞみちゃんは、離婚はしないと。家族を支えると。今もう、稼ぎ頭はもうのぞみちゃんしかいなくなってるから、頑張らなければと。でね、なんか実際問題として、渡部さんはね、まあ、いろんな問題を起こして、不倫によっていろんなものが、穴開けてしまったと。で、それの違約金が1億円以上なんですって。で、まあ子供も生まれたばっかを、なので、それを佐々木希ちゃん一人で、なんとかしていかなきゃいけない。支えていかなきゃいけない。いうので、うん、確かにね、佐々木希ちゃん、希ちゃんって、最近ね、すごいテレビ出始めてるじゃないですか。もうだからすごく仕事入れてるみたいですね。結局でもそれだけだと、なかなかこうお金が大変なので、来年ね、早い段階で、フルヌード、フルセクシー写真集を発売するらしいんですよ。佐々木のぞみちゃんの、フルヌード。興味ありますよね。で、同じタイミングで、過激な濡れ場のある、うん、不倫妻の役。不倫妻でいいんですかね？でもね、旦那が不倫したんですけど、不倫妻の役で映画出演と。で、大胆に新キャラを打ち出す方向で、話が進んでいるようだと。女優としてしっかり活系を支える覚悟のようですって言ってますけどね。どうなんですかね。佐々木のぞみちゃんってね、まあすごい綺麗ですけど、どうなんですかね。こう女優としてこれだっていうものがいまいちないまんま結婚していきましたもんね。それでも割とこうだんだんフェードアウトしていくんじゃないかっていう感じだったところに降って湧いたように、渡部がやらかしちゃって、渡部がやらかしてしまって大変な状況になってるってことじゃないですか。で、まあ多分渡部さんは戻れないですよね。この芸能界はもう難しいんじゃないですかね、きっと。この前だってチュートリアルの徳井さんがね、ちょっと出ただけでものすごいクレーム電話だったでしょ。ね、結局そういうもんなんですよね。うん、渡部さんなんて難しいんじゃないですか。特にね、佐々木希ちゃんなんてね、好感度いいですからね、綺麗で可愛くて。それをね、結婚したのにもかかわらず、ゲス不倫をして、今度は紐のようになっていくわけでしょ、その佐々木希が家計を支えるなんていうのは。かなりこれはね、またイメージ悪いですよね。な、のぞみちゃんがね、でも写真集出すんであったら、まあそこをね、まあ、少しでも助けになるんであれば、一応僕もね買おうかななんて思いますけどね。まあそんな話でした。